はーい、おはようございます。沖縄おばばです。はい、今日もぬこたちがね、ぬこベッドでゴロンゴロンしております。はい。えー、もうね、気圧がね、なんか低くてね、はい、えー、まあ低気圧というかね、まあ台風の影響なんでしょうがないですね。はい、ぬこも、私もね、ちょっと気圧低いとね、花がね、 おかしいんですよね。すいませんで、ね、ここ2、3日おかしくって。<laughs> まあ、鼻が悪いのはね、もう今に始まったことではないんで、はい、あんまり気にしてないんですけどね、もう子供の頃からでね、もう何をやってもダメだったんで、はい。<laughs> はい、まあ、そういうことでございます。えー、なんというかね、まあ、いろいろお話はあるんですけど、はい、えー、まずね、嫌な話よりも、ちょっと幸せになる話よね、 えー、皆さんと、みな、まあ皆さんもやってるとは思いますけど、えー、日常生活の中でね、私たちね、本当にね、小さな幸せをいっぱい見つけとくと、本当にね、あのー、気分が違います。はい。えー、ちなみにね、えー、まあ朝から幸せになることを今日はやってしまったんですけど、まあ、 なんていうのかな真面目な方からしたら結構不謹慎かもしれないんですけど。はい。えー、何をやったかというとね、今日ね、えー、ちょっと賞味期限がね、もう、ほぼほぼ、 切れたかなっていうね。もう切れてしまったんだけど。はい。え、実は1年前に切れていました。<laughs> はい。ホットケーキミックスが一つあってね。それが1年前に切れてたんですよ。賞味期限。大丈夫かなと思って作ったんですけど、全然大丈夫でした。朝ごはんにね。はい。朝ごはんにホットケーキを食べてしまいました。なんかね、えー、なんか朝ごはんにスイーツっていうのはちょっとね、えー、罪悪感ありますよね。<laughs> <laughs> はい。まあ、そんなこんなでね、えー、朝ごはんに、今日はね、バターと蜂蜜たっぷりつけてね、えー、ホットケーキを食べてみました。はい。まあ、めちゃくちゃ幸せになりました、なんか。はい。<laughs> もうね、えー、いつも割とね、えー、雑穀ごはーんとかね、えー、お野菜とかね、えー、お野菜の煮物とかね、えー、納豆とか、そんなもんばっかりなんで、えー、たまーにね、こういうなんか、ああ、 ものを食べたりするとね、めっちゃ幸せになりますよね。はい、ええー、まあ、ああ、私大体ね、今ダイエット中なんで、ええー、1日2食半ぐらいにしてるんですよ。朝とね、夜です。あの、まあ、まともなのを食べるのはね。で、お昼は何かっていうとね、 お昼は大体あのー、フルーツ。はい。フルーツと、あと私和菓子系好きなんですよねえ。ドラ焼きとかモナカとかね。はい。えー、それをまず、まあ、ドラ焼き系を一つ食べて、えー、お茶飲んで、だいたいそれで終わりです。フルーツ一個ですね。たいね。はい。えー、それと甘いもの一つと、 お茶という、そういった組み合わせですね、昼は。で、夜は、あまあ、さっき言ってたようなね、雑穀ご飯と、えーまあ、雑穀の内容はね、えー、あのー、体にいいものを選んで自分で調,、あのー、調合してます。はい、えー。その雑穀ご飯とね、 あと、だいたい納豆と、野菜の煮物とか、野菜の炒め物とかね、それ一品と、あとお味噌汁というね、えー、割と、なんか、修行僧みたいな夜ご飯なんですけど、<laughs> はい、えー。まあ、そういう感じです。はい、えー。まあ、そういう感じで過ごしています。まあ、おかげでね、体重も順調に落ちまして、えー 70あった体重が今61切ってます。はい。六、え、十、ー、60.5ぐらいになりましたね。はい、えー。マイナス10キロ達成です。あと2、3キロはね、えー、痩せようと思っております。はい。まあ、そんなこんなですね。はい。えー、まあ、自分自身でね、えー、あんまり自分をね、追い込むのも良くないんでね。たまにはね、そうやってね、えー、ちょっとね、 贅沢する。贅沢とも言えないですけど、えー、ちょっとね、えー、変わったことをやってみるっていうのもいいかもしれません。だい,たいね、あのー、朝ごはんは手作りのパンかね、もしくは、あのー、台湾のね、えー、の時食べ、食べてたね、ソ、えー、あの、孫溶瓶ですね、ネギ餅ですね。それか、あもしくは、あ 残りご飯でね、おかゆさんを作ったりします。はい。まあ、あの、これもね、台湾の時に覚えたんですけど、朝がゆいいですよ、本当に。あの、あんまりね、えー、なんか、あの、日本人あんまりおかゆ食べないんですけど、病気の時ぐらいしかね、えー、やっぱ消化はいいし、えー、胃にもたれないんですよね。で、一日をこう軽く過ごせます。はい。 えー、おかゆさんいいですね。朝さがゆも私はお気に入りです。あとおにぎりなんかにしたりもしますけどね。ご飯の、昨日の残りのご飯をおにぎりとかね。してね、おにぎりと卵焼きとお味噌汁みたいなね。えー、そんなこうこうう感じでございます。まあ、質素ですよ。はい。<laughs> まあ、そういう感じでね。今日はちょっとね。 えー、消味期限切れのホットケーキミックスでホットケーキ作って朝からめちゃくちゃあバ,バターと蜂蜜に囲まれてね、えー、幸せでございました。<laughs> はい。えー、こうやってね、えー、息抜きすることも必要です。はい。えー、とはいえね、今日も朝起きたら、あーね。 窓を開けたらね、えー、聞こえてきましたよ。例のピーポーパーポーがね、えー。もう今日起きてからもう2、3台は聞いてます。このピーポーパーポー。もうどうにかならんのでしょうかね。本当に。まあしょうがないですね。これも落ち着くまではもう諦めてます。もうなり続けるだろうなと思ってます、えー。まあそれにしてもね、あの、いわゆる救急隊員の皆さんが、 例のね、ものを食べちゃってなければいいなって、それだけです。はい。えー、救急隊の皆さんがね、例のものを食べちゃってたらね、もうね、えー、もう考えなくてもわかるような結果になりますからね。はい。まあ、そういうことですね。はい。まあ、今日もね、一日、まあ、幸せな感じでね、えー、朝が始まりましたけど、皆さんもね、ぜひぜひ、あのー、自分のね、 え、たまには、あの、気にしないでね、いろんなことを気にしないで、え、自分の好きなものをね、目いっぱい食べてみてください。はい。それでは皆さんまた、ごきげんよう。沖縄おばばでございました。